もかますです。今回はこちらのアディダス X スピードフロープラスを履いてみたいと思います。価格はアディダス公式で 38,500円で、今現在カラーが何種類か販売されています。こちらのアディダス X スピードフロープラスを実際に履いている選手は、前回ゴーストの時に紹介した選手は大体引き続きこのモデルを履いているんですが、その他の選手にはハキミ選手、ダニアウベイ選手、ルーカス・モーラ選手、またこちらの紐のあるタイプのスピードフローポイント1を履いている選手はメッシ選手、マルセロ選手、ベンゼマ選手、またこのフロープラスとポイント1の違いは、紐のあるなし、アッパー素材、アウトソールのデザインが多少違います。また前作の X ゴーストからの変更点は、アッパー素材、履き口、ヒール構造が多少変わっています。同じ点はアウトソールが X ゴーストのまんま同じものを使われています。アディダスの公式サイトにはこのように紹介されています。カービテックカーボンプレートと立体的な前足部のコンビネーションが爆発的なスプリントに貢献、安定性を高めるアジリティケージは相手を抜き去るスピードに効果を発揮する、アッパーは快適な履き心地のアディダスプライムニットを採用、圧倒的な縦への推進力に360度のアジリティを融合し、全方位への爆発的なスピードを手に入れた、優れたフィット感とフォールド感がプレーへ集中させることで、かつてない判断の速さを生み出してくれる。前作の X ゴーストからアッパー素材が全く新しくて、ミラージュスキンよりはるかに柔らかくて可塑性の高いアッパーは、シリコンでコーティングされたプライムニットベース、薄い GPU アジリティフレームゲージで3つに分かれたアッパーが足の形に密着してくれます。伸縮性があり、ゴムのようでもあり、履き口のニットの延長でもあるような感じがします。アッパー内部にアジリティゲージ、サポートゲージを搭載、全方位への俊敏機敏な動きをサポート。アジリティといえばネメシスでしたが、廃盤になってしまったので、いわばネメシスの良さを受け継いだという感じかなというふうに思います。ただ、薄さ軽さを保つためにアジリティゲージは非常に薄く、有効性は最低限といったような感じで、そこは仕方ないかなというふうに思うんですが、今後のアップデートが楽しみです。先ほど X スピードフローを履いている選手を紹介しましたが、その他にもフィルミーノ選手やワンビサカ選手が X スピードフローを履いています。この2人は以前ネメシスを履いていたんですが、廃盤になってしまったということで、アジリティを受け継いだこちらのスピードフローに履き替える選手も多いようです。 X では初めてアジアスプライムニットを採用した履き口は、ローカットで足入れがスムーズに行え、伸縮性があり、ゴーストで感じていた巻いた時に前足首に伝って巻きつさを感じていた人もいるかなと思う部分は、圧迫感をなくしてより違和感なく履きやすくなっています。ただこちらのタンの部分が折れて倒れてしまう傾向にあるようですが、履いてみた感じ、倒れてしまってのデメリットはあまり感じられませんでした。履き口は前と左右にプライムニットを採用して、履きやすく圧迫感がなくなった代わりに、緩くて脱ぎやすくなっちゃうんじゃないかなというふうに思う人もいると思うんですが、スピードフローではヒール部分のクッション素材の繊維が逆立っていて、履くときは履きやすく、脱ぐときは引っかかってずれず、かかとをしっかりと固定してくれます。アウトソールは X ゴーストと同じで反発性のあるカービテックカーボンプレートと、地面をしっかりと掴むグリップ力のあるブレードスタッドを組み合わせたスピードフレームが引き続き採用されています。また若干つま先が上に反っていて、重心を前に持っていき、推進力を高めて走り出しだけじゃなく加速にも貢献してくれます。これらの要因が爆発的なスピードを生み出してくれます。
履いてみた感想としては、まあ、X ゴーストで横幅が狭くて足が痛くなってしまうという声が多かったんですが、まあ、スピードフローでは伸縮性があり多少伸び縮みするこのアッパー素材がここは軽減してくれるんじゃないかなというふうに思います。それでいてゴーストのアッパー素材の感覚的に近いボールタッチはこちらのスピードフローでも健在しています。アッパー素材はアジリティケージを搭載したことで、まあ、X ゴーストよりも多少厚いような感じはするんですが、ゴーストのアッパー素材の感覚的に近いボールタッチはスピードフローでも味わえると思います。まあ、X シリーズは軽さ、アッパー素材の薄さ、ボールタッチの良さなどがありますが、それ以上に、まあ、X シリーズの売りのスピードの要因でもあるカーボンプレートのスプリングバックは、まあ、非常に魅力的だなというふうに思います。最初に紹介したように、まあ、X ゴーストとスピードフロー多少まあ違いがあるので、ゴーストとスピードフローの比較もやっていきたいと思います。